赤いろうそく山から里の方へ遊びに行った猿が一本の赤いろうそくを拾いました赤いろうそくはたくさんあるものではありませんそれで猿は赤いろうそくを花火だと思い込んでしまいました猿は拾った赤いろうそくを大事に山へ持って帰りました山では大変な騒ぎになりました なにしろ花火などというものは鹿にしても獅子にしても、うさぎにしても亀にしてもイタチにしてもタヌキにしても狐にしてもまだ1度も見たことがありません。その花火を猿が拾ってきたというのであります。おお、素晴らしい！これは素敵なものだ。 鹿やイノシシやウサギやカメやイタチやタヌキやキツネが押し合いへし合いして赤いろうそくを覗きました。すると猿が「危ない危ない、そんなに近寄ってはいけない。爆発するから」と言いました。みんなは驚いて尻込みしました。そこで猿は花火というものがどんなに大きな音をして飛び出すか。 そししてどんなに美しく空にくがるか、みんなに話して聞かせました。そんなに美しいものなら見たいものだとみんなは思いました。それなら今晩山のてっぺんに行ってあそこで打ち上げてみようと猿が言いました。みんなは大変喜びました。夜の空に星を振りまくようにパッと と広がる花火を目に浮かべて、みんなはうっとりしました。さて、夜になりました。みんなは胸を躍らせて山のてっぺんにやってきました。サルはもう赤いローソクを木の枝にくくりつけて、みんなの来るのを待っていました。いよいよこれから花火を打ち上げることになりました。しかし困ったことができました。 と申しますのは、誰も花火に火をつけようとしなかったからです。みんな花火を見ることは好きでしたが、火をつけに行くことは好きでなかったのであります。これでは花火は上がりません。そこでくじを引いて火をつけに行くものを決めることになりました。第一に当たったものはカメでありました。 亀は元気を出して花火の方へやっていきました。だが、うまく火をつけることができたでしょうか？いえいえ、亀は花火のそばまで来ると首が自然に引っ込んでしまって出てこなかったのでありました。そこでくじがまた引かれて、今度はイタチが行くことになりました。イタチは亀よりは幾分マシでした。 というのは首を引っ込めてしまわなかったからであります。しかしいたちはひどい金眼でありました。だからろうそくの周りをキョロキョロとうろついているばかりでありました。とうとうイノシシが飛び出しました。イノシシは全く勇ましいけだものでした。イノシシは本当にやっていって火をつけてしまいました。 みんなはびっくりして、草むらに飛び込み、耳を固く塞ぎました。耳ばかりでなく、目も塞いでしまいました。しかし、ろうそくはぽんとも言わずに、静かに燃えているばかりでした。